リチャード・イブリンバードはアメリカ合衆国の海軍士官、探検家。最終階級は海軍少将,将。アメリカ軍における最高位の勲章である名誉勲章の受賞者。1888年10月25日、バージニア州ウィンチェスターにて誕生。1926年5月9日に航空機による初の北極点到達を成し遂げる。使用機は フォッカー三発機、ジョセフィン・フォード号、スピッツベルゲンのキングスベイから北極点までを15時間で往復した。1927年には、フォッカー三発機、アメリカ号で、オルティーグ賞のかかった大西洋横断飛行に挑戦するが、事故などで出発が遅れ、横断に成功したのは、リンドバーグの1ヶ月以上後の6月29日から7月1日だった。また、 1929年11月28日から29日にかけて南極大陸ロス表現のリトルアメリカ基地から南極点までの往復と初の南極点上空飛行に成功した。乗務員はバードを含め4名。使用機はフォード 4AT38 機、フロイド・ベネット5。飛行時間は15時間51分。この南北両局への飛行成功により国民的英雄となった。 その後、1946年から1947年にかけてのハイジャンプ作戦をはじめ、1939年から1950年代まで5度に渡るアメリカ海軍の南極調査の指揮を取った。ありがとうございます。